ハンター・ペンス、ハンター・アンドリュー・ペンス、ハンター・アンドリュー・ペンス、1983年4月13日体は、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワース出身のプロ野球選手、外野手、右投げ右打ち、現在は、フリーエージェント。高い運動能力を有し、独特な打撃、送球フォームと、高守両面において、 ダイナミックなプレーを特徴とするアスリート系選手。舌を出すのはマイケル・ジョーダンの真似。愛称はワウィンドジー。子供の頃からバスケットボールをしており、高校までプロになるべくやっていたが、技術不足でバスケを挫折した。野球は16歳から始めた。6月4日の2002年の MLB ドラフトで、ミルウォーキーブルワーズから40巡目。 全体戦189位で指名されるがこれを拒否し、契約には至らなかった。テキサス大学アーリントン校在学時の2校成績を残し、サウスランドカンファレンスのオールスターに選出される。は、さらなる成長を遂げ、2年連続で同カンファレンスのオールスターに選出されたほか、プレイヤーオブザイヤーとヒッターオブザイヤーをダブル受賞。 同年6月7日の2004年の MLB ドラフトで、ヒューストン・アストロズから2巡目、全米64番目で指名され、7月14日に契約成立。この年から、マイナーリーグでプレーを、はじめ、51試合出場。8月には、アストロズ参加トライシティバリーキャッツ、A、A-9 のディフェンシブプレイヤーオブザマンスに、選ばれた。は、A 級と、 A 級を合わせて121試合、打率。32731本塁打、90打点、出塁率。400アップス、998の高成績を上げ、サウスアトランティックリーグのオールスターに出場したほか、同リーグのルーキーオブザイヤーとナンバー1プロスペクト、チーム内 MVP とアストロズのマイナーリーグプレイヤー、オブザイヤーに輝いた。同年12月2日。 アストロズのプロスペクトリストで6位にランクされ、ベストヒッター4アベレージに選定。は AAQ コーパスクリスティフックスでプレーし、136試合打率28、28328本塁が95打点、出塁率、357アップス8 9 7投塁を記録。フューチャーズゲームに出場し、ベースボールアメリカ史のマイナーリーグオールスター。 代表チームにも選ばれたほか、前年に引き続きアストロズのマイナーリーグプレイヤーオブ、ザイヤーを受賞。翌2007年2月7日、アストロズのプロスペクトリストで1位にランクされ、ベストヒッター4アベレージとベストパーヒッターの2、部門に選定。は、スプリングトレーニングで、打率、571、日本塁が、9打点などの好成績を収め、 トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスを経て25試合出場4月28日にメジャー初昇格を果たす即6番中堅手としてスタメン起用され対ミルウォーキーブルワーズ戦においてデイブブッシュからキャリア初安打となるライト前ヒットを放つなど3打数1安打1死球1得点の好結果でデビュー戦を飾ったさらに5月に入ると さらに調子を上げ、5日には、メジャー初本塁打となる、満塁本塁打を、15から16日は7打席、連続安打をそれぞれ放ち、プレイヤーオブザウィーク、14から20日のシュート、ルーキーオブザマンス、打率、3434本塁打、19打点、37安打、アップス、965を受賞。月日から日にかけては連続安打を、 放つなど、その後も好調を維持し続け打率を350前後まで上げ、一時はナショナルリーグ主打者に躍り出た。しかし7月22日のピッツバーグパイレーツ戦で右手首を骨折し、1ヶ月ほど戦線を離脱。結局108試合の出場に止まり、規定打席には届かなかったものの、打率322、17本塁打、69打点、93塁打。 リーグ4位、マルチヒット46回、打ち4安打4回と素晴らしい成績を残した。中堅の守備でもたびたび、ファインプレーを披露し、ナリーグのルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では15ポイントを獲得、3位に食い込んだ。は、シーズン開幕時は2番打者として起用されていたが、打率1割台と低迷し、4月15日からは6.7番に下げられた。 それ以降は踏ん張り、4月18日に3安打を放つと4月25日まで8試合連続安打。ダ4月30日から5月18日にかけて16試合連続安打。ダー、5月27日にはキャリア初の1試合5安打と次第に復調。7月25日から8月5日まで11試合連続安打。ダー、8月29日から9月11日まで13試合連続安打と、10試合以上の 連続安打を3度記録した。打率は前年より大きく下げたものの、怪我なくフルシーズン働いたため安打、本塁打、打点、得点等は増加した。内野安打数40は一郎と並んで両リーグ最多タイ。この年からコンバートされた右翼の守備においてもわずか1失策、16、補殺、リーグ1位と講守強権を披露した。また、 アストロズとカージナルスの選手が対象のダリル・カイル賞を受賞した。は、MLB オールスターゲームに監督推薦で初選出を果たし、シーズンはライトのレギュラーとして自己最高の159試合に出場。打率は前年を上回る282という数値を残したほか、2年連続で25本塁打を放った。補殺数は十六で、二年連続で、 リーグ1位であった。は、3年連続で156以上の試合に出場し、2年連続での打率28、282と3年連続での25本塁打を記録。また、打点、盗塁は、自己ベスト記録となったほか、規定打席に到達したシーズンとしては三振の、数最低の105に抑えた。は、監督推薦で、 MLB オールスターゲームに2年ぶり2度目の選出を果たした。2011年7月に、ジョン・シングルトン、ジャレット・コザート、ジョシュ・ゼード、ドミンゴ・サンタナとのトレードで、フィラデルフィア・フィリーズに移籍した。7月31日に、ネイト・シャー・ホルツ、セス・ロジン、トミー・ジョセフとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。ナリーグの優勝決定戦、第7戦ではサンドウチ押し、 ナ・リーグ優勝、その後のワールドシリーズ制覇に貢献した。は9月2週目のナショナルリーグプレイヤーオブザウィークを受賞。9月27日にはジャイアンツ所属の選手に与えられるウィリー・マックも三勝を受賞。シーズン全体ではリーグ1位体となる162試合にフル出場。打率283.27本塁が99打点。 22投類という高成績を残した。特に本類だと投類は自己最高の成績であり、投類に関しては前年までの通算投類成功率が約63%だったのに対し、2013年は単年の投類成功率が88%と向上させた。打点は100打点にわずかに達しなかったが、それでも4年連続での90打点以上であり、 本塁打も6年連続20本塁打以上。安定感のある打力を発揮した。全162試合でライトを守ったのは、史上6人目、7度目のことであった。9月28日に5年総額9000万ドルの契約を結んだ。ワールドシリーズでは打率、444、5打点、1本塁打などと活躍し、シリーズ制覇に大きく貢献した。 シリーズ MVP 級の活躍であったが、MVP は AS のマディソン・バンガーナに譲った。なお、このシリーズで打ったヒットは12本であり、歴代4位、対1位と1本差の記録であった。3月5日、スプリングトレーニング中のオープン戦で、シカゴカブスのコーリー・ブラックの投球を受け、左腕を骨折し、全治6から8週間と診断された。この時点で、 現役最長のレギュラーシーズン383試合連続出場を続けていたが、この骨折での故障者リスト入りにより、記録が途切れることとなった。5月16日に復帰したが、その後も2度の DL 入りを経験するなど怪我に、泣かされたシーズンとなり、52試合の出場に止まった。は、開幕から好調だったが、6月1日のブレーブス戦での走塁の際、 右足ハムストリングを痛めて途中交代。状態が思わしくなく手術が行われた。7月30日に復帰した。この長期離脱の影響で106試合の出場に止まり、2年連続で規定到達を逃した。は、左ハムストリングを痛めたことで5月13日に DL 入りとなった。6月4日に復帰した。このシーズンは5月。 7月の月間打率がそれぞれ2割を切った134試合に出場して3年ぶりに規定到達を果たしたが打率260、13本塁打67打点という成績でいずれも規定到達したシーズンの中ではキャリアワーストの成績だった4月3日にダイビングキャッチを試みた際に親指を捻挫し DL 入りとなった 6月2日に復帰した。瞬速で中堅をカバーできる、広い守備範囲、右翼を務められる強権を兼ね備え、打席内では、早いカウントから積極的に仕掛けることで速球を打つ、ことが多い。その身体能力と将来性の高さから、球団幹部に期待を寄せられると同時に、彼のプレーを見ていると力が超、みなぎってくるとチームメイトに言わしめるさっそうとした、プレーをする。また、 打撃、早球のフォームの独特さがしばしば話題になる。ぎこちない動作は、ショイエルマン病による脊椎の変形が原因と言われている。なお、アーリントン高校在学時は、バスケットボール、野球の他にアメリカンフットボールと、陸上競技のプレー経験があり、テキサス大学アーリントン校では、財政学を専攻。マイナー4年間の通算成績は、打率30。304。 出類率377アップス9332016年フルハウスの続編フラーハウスシーズン1エピソード12次女ステファニーの恋人で本人役として出演楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください